始めます。ジャッジの皆様おはようございます。今日はようこそいらっしゃいました。日立海浜公園の川野辺と申します。私にとって人生を変えるコーヒーに出会いました。それは大げさでもなく、そのきっかけはこのコーヒーから始まりました。昨年からのこの農園のコーヒーを通して、場所や品種、プロセス、それをブリューしながらお話ししていこうと思います。本日ご用意しましたのはパナマ90プラスゲイシャエステート、ロットナンバー94です。パナマのボルカン地区にあり、1600メートルのエリアにあります。地区や農園名ではなく、コーヒーをロットナンバーと呼ぶのはこのコーヒーの管理方法にあります。ゲイシャのチェリーを熟練のピッカーが完熟のカラーレベルごとに収穫を行い、エリア、日付によって細かく管理します。この作業はゲイシャの強いアロマやフレーバーの強さを作っていきます。そして複雑なマイクロクライメートが発生するこのエリアは、同じ場所でも出来上がるチェリーが毎日のように大きさやカラー、パルプの糖度が違う状態になっていきます。これがこのコーヒーのロットごとによっての違いや、複雑なジャスミンやローズのようなアロマを生み出す理由になります。このコーヒーの特徴はゲイシャ種からフローラルノート、次にアナロビックファーメンテーションプロセスから来る複雑なアロマと甘さです。このロットナンバー94のプロセスの場合、収穫された時期のチェリー自体の糖度によって発酵の進み具合がそれぞれ違い、それは焙煎によって明確に分かるようになります。これはこのコーヒーの最も興味深い点でした。お手元の資料にもあるように、焙煎後の豆のカラーレベルがミディアムカラーとライトカラーが混在し、それぞれ持っているフレーバーが異なるんです。ミディアムカラーからはカカオやワイン、ハニーを感じ、ライトカラーからはチェリーやプラム、ピーチのような印象を感じました。私にとってこのコーヒーのプロセスから来るカカオ系のフレーバーやワインのようなフレーバーを引き出すことはそれほど難しくありません。それよりも、どのようにすればこのコーヒーの持つフルーツのような印象を共存させながら表現するかを考えてみました。これらのフレーバーを強く引き出す方法は大きく分けて3つあります。1つ目にカラーセレクト、2つ目にグラインド、そして3つ目に抽出温度です。まずは1つ目、このコーヒーは焙煎後のカラーレベルが大きく違うことで、カラーレベルのバランスをバリスタがコントロールする必要があります。ここから先は抽出をしながら説明していきます。そして2つ目はカラーごとにそれぞれ流度を変えてご用意します。まず最初にドリッパーの中にミディアムカラー1600ミクロに引いたミディアムカラーのものを8グラム使用して、このコーヒーのミディアムなボディやカカオを表現していきます。その後に細かめの1000ミクロのライトカラーを12グラム使用して、このコーヒーのフルーツの部分を表現していきます。このようにミディアムカラーを4に対してライトカラーを6の割合で分けていきます。ライトカラーの粉を上にする理由は、インフュージョンの時にこのカラーに94度のお湯がまんべんなく当たり、ライトカラーの持つフルーツの印象をしっかりと表現するためです。このアプローチは豆のカラーレベルが違うコンプレックスなフレーバーを表現するために重要なアプローチです。そこで今回はインフュージョンタイムを50秒で 50g 投入していきます。水はピュアウォーターを使用します。温度変化によって複雑なフレーバーに変化するこのコーヒーを明確に表現するためには、ピュアウォーターが最も変化を感じやすかったんです。2回目の投入量で 150g を注ぎます。今度はダイナミックに攪拌するように注いでいきます。ダイナミックに攪拌することで抽出効率を上げて、このコーヒーの持つパイナップルやアプリコットのようなジューシーなフレーバーを引き出していきます。抽出器具はお湯抜けのよく保温性の高い V60 セラミックを使用します。ダイナミックに攪拌することによって、このコーヒーの濃度とクリーンを表現し、さらにそれを両立させることができます。エイジングは5日目のものを使用します。
抽出前日にガスをリリースしています。そして3回目の投入油温を低めに設定し、抽出効率を下げます。これは抽出後半の過抽出を防ぎ、このコーヒーが冷めたときに渋みの成分が出ないように味を整えていきます。今度は攪拌しないように優しく注ぎ、このように静かに注いでいきます。これで完成です。実はこのコーヒーを成分分析にかけたときに分かったことがあるんです。それは実はこのコーヒーは70度の温度のときにパイナップルやワインに含まれる酢酸エチル、アプリコットやピーチに多く含まれる吉草酸エチル、そしてバラなどに含まれるリナノールなどの香気成分が多く発生していたんです。このコーヒーのアロマはプラム、ハニー、ポートワイン、今この抽出の終わった直後がまさに70度です。アロマを最も強く感じるこのタイミングです。今日はこの状態でアロマを感じていただきたいので、まずはサーバーを渡します。サーバーから直接アロマのみを評価してください。サーバーを軽く3回回していただくとより強く感じることができます。まずはアロマをどうぞ。これからこのコーヒーのフレーバープロファイルをご紹介しますが、私がカップをソーサーに乗せるまではお召し上がりにならずにそのままお待ちください。それではフレーバーをご紹介します。フレーバーは60度ではパイナップル、プラム、40度ではアプリコット、ホワイトピーチ、30度ではチェリー、マンダリンオレンジ、温度の変化とともに複雑なフレーバーの変化をお楽しみいただけます。アフターテイストはクリーンで蜂蜜のような甘く滑らかな印象が続きます。アシディティはパイナップルのように生き生きとした酸があります。そしてジューシーでシルキーなテクスチャーをお楽しみいただけます。ジャッジの皆様、ここからは次のようなスタイルで評価していただけますか。フレーバーとアシディティはスプーンですすって評価してください。アフターテイスト、ボディ、バランスは直接カップから口をつけて評価してください。そうしていただくことでそれぞれをより明確に感じることができます。失礼します。大変お待たせいたしました。温度変化によって複雑に変化するこのコーヒーをどうぞごゆっくりお楽しみください。お待たせいたしました。はい、失礼します。いかがでしょうか。2年前、私は一人のコーヒーラバーでした。このコーヒーと出会い、産地での細やかな管理方法を知り、コーヒーを飲んだとき、私のブリューワーとしての人生が変わったように、私も誰かのためにコーヒーを入れて人生を変えるような豊かな経験をしていただけるよう探求を続けたいと思います。今日はありがとうございました。終わります。
川上選手の競技でした。改めて大きな拍手をお願いいたします。審査員の皆様はカリブレーションにお入りください。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。川野辺選手、ありがとうございました。ありがとうございます。もう一度川野辺選手に拍手を。今回は何ですかね、一番の特徴はどこら辺に一番気を使いましたかね。はい、このコーヒーは焙煎した後のカラーレベルが違うというのがとても大きな特徴で、はい、その割合をどうすると一番ポテンシャルを引き出せたり自分の求める味につながるか、つながるかなっていうのを。カラーレベルっていうのは豆を焼いた時の焼き色がちょっといろいろ まばらだってことですかね。そうですね、濃い色と明るい色と分かれてそれぞれ持っている味が違かったので。やっぱりこう濃いやつは濃い味がするんですかね。そうですね、こう濃厚な蜂蜜とかワインとかですね。で薄いやつはやっぱり味が薄かったり。味は薄くないんですけど、はい、フルーティーなすごく明るく綺麗な印象の違いがある、はい、やっぱそれ分けたことによってやっぱこうカップに影響は出てきてる。そうですね、分けないと不均一に混在したままなので毎回こう味が若干違ったり狙い通りの味が出せなかったりっていうのがありましたので。種の中になんかフルーツの中に種があるんで、はい、種の成熟度合いが違うんでしょうかね。こう発酵の段階とかでも違うのかもしれないんですけど、はい、豆にはいろいろあるからとにかく分けて飲んでみたら美味しいやつとさらに美味しいやつと違いがあったから、はい、それを分けてみたと。そうです、はい。